ワルシャワ放棄で用いられた、梱包爆弾フィンランドの冬戦争で投入された、梱包爆薬。右の兵は、火炎瓶を装備梱包爆薬は、持ち運びやすい量の爆薬を包み、新艦をつけて使用する兵器。一般に、工兵資材として、障害物の破壊などに用いられ、これで敵が、路上に設置したバリケードを排除したり、建造物に穴を開けて、 侵入経路を作る。時には敵の延滞号や走行車両に対する肉薄攻撃にも使用される。梱包爆薬は爆破解体に用いられるが、主に戦闘での使用を構想している。梱包される中身はダイナマイトやもっと威力の RC-4 プラスチック爆薬のような材料からなり、 発火装置付きの肩掛けカバンやメッセンジャーバッグに類似したものに収納して持ち運ぶ。この梱包爆薬という用語は、正式兵器として開発されたものと即席に作られたものとの両方を示す言葉である。もともと、工兵が手持ちの爆薬と点火装置を組み合わせ、その場の状況に応じて製作されていた。爆薬を設置して構造物を破壊すること自体は、 火薬の登場以来広く行われていた。中でも工場船において、坑道や残酷を掘るなどして城壁に近づいて爆破し、侵入路を作ることが、工兵に期待された重要な任務の一つであった。当時の火薬は今にもまして扱いが危険なもので、専門家である工兵が扱った。後に新刊が発明され、扱いやすくなったものの、扱いに、 専門技能を要する点は同様であった。後に、公平以外でも扱いやすいようにパッケージされた梱包爆薬が登場する。一説には、冬戦争前夜の1936年に、フィンランドの司令官、カーロ・トゥルナによって開発されたとされる。第一次世界大戦時に戦車が登場したことより、梱包爆薬に対戦車兵器という新たな使い道が加わった。 当時は、ロケットランチャーのような兵士が、携行可能な重量の投射手段が未発達であった。火砲を手押しで動かすのは、機動性に欠け、対戦車銃は、戦車の乗員や部品を撃ち抜くことはできても戦車、そのものを破壊できなかった。結局、敵戦車を無力化するには、危険を犯して肉薄し、大量の爆薬を設置して爆破するのが確実であった。まずは、 爆薬の専門家である公兵がその任に当たったが、それ以外の兵士でも多少の訓練で扱える爆薬があれば、対戦者能力を得ることができる。さらに肉迫攻撃は、敵の反撃を受けながら行う危険な任務であるため、ゆっくり調整する余裕がなく、あらかじめ適切な調整がされたパッケージを作っておくことが好ましかった。このような経緯から、 梱包爆薬が洗練されていった。第二次世界大戦では、後兵は巨大で据え付けられた目標物、例えば鉄道、障害物、防災、塩平号、洞窟、橋梁などの爆破解体のために梱包爆薬を使用した。大戦中のアメリカ陸軍では、8個に分割された高性能爆薬と2つの新幹取付器具からなる。 M37 解体機材をキャンバスバッグに収納し、ショルダーストラップによって運んだ。使用する際にはバッグを振り回して目標に向けて投げ込んだ。この梱包爆薬は一部または全部を目標に設置するか開口部に放り込んで使用する。爆発させるには通常ならへしゃげ縄を用い、対戦車戦闘時には 戦車の天輪や離帯などの早期部分を狙うことで、激しい損傷を与えることができる。日本軍は、対戦車兵器が、質量ともに不足しており、それを補うため肉薄攻撃を多用していた。野門藩事件では、ガソリンエンジンの車両に対し、火炎瓶で機関部を炎上させて、行動不能にできたが、対戦時には引火しにくい、ディーゼルエンジンの戦車が、一般的になり、 通用しなくなった。不評による肉薄攻撃には主に99式破砲爆雷や対戦車地雷が使われていたが、いずれも戦車を完全に破壊するには威力不足で公平の梱包爆薬に頼らざるを得なかったが、さらに物資が欠乏するようになると梱包爆薬を簡易化した急増爆雷が使われるようになった。理想的には肉薄攻撃は 火力支援で敵不評を排除した上で爆雷か地雷で離体を破壊して動きを止め叱る後梱包爆薬で破壊するものだった。なお、布団爆弾で戦車を完全に破壊する場合、戦車の機関部上面に設置してから新幹を起動させ安全圏へ退避するという使用方法であった。また、急増爆雷の場合は、 戦車の底面と地面の隙間に差し込んで起爆するということになっていた。しかし実際にはその余裕すらないことが多く、確実に敵戦車を止めるために爆薬を背負った兵士が自分もろとも戦車を爆破する自殺攻撃も行われた。対戦後半には日本軍の対戦車砲で破壊困難な M4 中戦車が戦場に投入され追い詰められた日本軍は 梱包爆薬や死突爆雷による自殺攻撃を多用するようになる。来たるべき本土決戦では一般国民を国民義勇戦闘隊に動員することとなっていたが正規軍ですら兵器不足が深刻になっている状態で満足な対戦車兵器は支給されなかった。そのため爆薬を背負っての自殺攻撃が想定され学徒等に対して訓練が行われたという。 後のアメリカ軍では、M183 解体爆薬機材に C-4、爆薬 9.1kg を収納した。これは、次元式新艦で使用することができる。イラク戦争における、第二次ファルージャ戦では、米軍は敵に占拠された家屋の1部屋ずつを不評で、検索相当する代わりに、M220 ポンド戦闘用爆薬で家屋を爆破した。 特殊部隊の任務では特別な目標を破壊するべく改め設計された梱包爆薬を使用することもある。ありがとうございます。